今現在2022年4月25日で、私17年前の平成17年4月25日のことめっちゃ覚えてるんです。当時ですね、私の携帯にアナログのテレビがついてて、職場で会議をやってる時間以外ずっとテレビに釘付けになってたんですね。産経新聞2022年4月25日 JR 脱線事故から17年発送時刻に黙祷。記事は読みません。私第一報ですね、白いワゴンが電車にぶつかった、それは外国籍の方やったって言って、ずーっとうわえらいことなってるわー思って見てたら、その白いワゴンの話がなくなって、あれよあれよと JR の体質が悪いことになって、運転手のせいになり、うそんってなったんですね。それ以来私はニュース第一報と次の話といろいろ照らし合わせる2チャンネルとか見るようになりました。私1995年からネットやってますので、初めて当時は2チャンネルはなかった。アメゾーさんっていう方の怪しいワールドっていうのがあったな。で、白いワゴンのこと知りたかったら福知山白いワゴンで検索してみると当時の様子がわかります。その白いワゴンも映像に映ってるからね、あれどんどん変わっていくんや、気持ち悪いとか思って見てたものです。その数年後に飯島愛さんがお亡くなりになった時、 TBS のニュースで飯島の愛さんが運ばれていくところを見たっていう方がいらっしゃったと。飯島さんは生きてるかどうかわからなかったけど苦しそうやったって言ってた。その数時間後、飯島さんのご遺体はまだお部屋の中にありって生放送中に言ってんの。日や今の目撃者何やったん。もう結構そういうの多いよな TBS とか思いながら。大きな事件事故とか一般国民を動揺させるもので作られてたりしてなとか思うことしばしばなんですね。で、2007年のことやったみたいねんけど、 TBS つけてたら麻生さんがクーデターを起こしましたっていう速報みたいな感じで言ってて、マスコミが駆けつけたらみんなほろ酔いかけて楽しそうにお酒飲んでました。何やねんそれって見てんけど、テレビって信用できへんねんよ、うわあかん、キモい怖い、何してくれてんねんって感じで見ていました。いやごめん、私あるところで細々とテレビ番組作っててんけど、17年前はデジタル放送の立ち上げやってて、 でそのデジタル放送は今はございません。縁を持ったら法則発動ってこういうことを言うねんなっていう現場でした。でも大手企業にフリーランスとして入り込んでたんで、収入面はなかなか良かった。馬車馬のように働かされたけど、誰が人間こんなもんっていうのをいっぱい作ってた。ちなみに社会統計の先生は掛け持ちしていた別のところやからね。で、報道の話に戻りますと、この間大阪のクリニックが燃えた事件あるやん、メンタルクリニックの報道。あの報道もなんかめっちゃ良い周到、ようこんな人取材できたなっていうのがあって、私個人としては仕込み臭いなと思ったんですけど、知らんで。私はずっと言ってますように、10数年前、3、4年前かな、お隣の国、K の国、藩の国、関東もいうところのブームを作る頃、そして一度ミンツに任せてみようってやってる頃から、スタッフがガラッて変わったような気がしてならんのよ。ある時から頼まれるお仕事の企画書が藩の国、K の国、関東もいうところ絡んでないとダメになったり、私中国語を始めたきっかけはそのデジタルのところで必要やったから書くのに。でも発音とか習い出したのは別のお仕事で、ホングコングに行って俳優が男前やった。これはもう発音をマスターすべきやなって本格的に習いに行ってんけど、とある仲良くしていた方に電話で、ホングコングの俳優抑えれるよって言ったら、そんなことよりヨン様抑えられへんかって言われて、まだそんなこと言うてんの。その時言った私の言葉をここで言うとかなりまずそうなので割愛しますが、何しか、いやもうそれやったらよろしいわって切って、その瞬間からその人の縁が切れたような気がすんねんけどな。お隣の国持ち上げ
から私は四面楚歌のような気がして、どうしようかなって、民主政権になってこれはもう家賃払っていかれへんわって一回リセットしようと思って実家に戻ったんですよ、大阪ので、先人の書を紐解いて歴史の真実をゴソゴソして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、そこで分かったのは、メディアってテレビ、ラジオ、新聞、雑誌って世界を牛耳る大きな勢力の大元の持ち物をやってんね。で、働いてる人たちはそれを知らない。ちなみに私、会社員辞めてからなんか知らんけどミラクルがいっぱい起こって、さっき言ったやつ全部やった。 BS、CS はやったことないけどダイヤル Q2 とか書いたことある。私の働く目的は東京でそこそこええ暮らし、欲しい服を買ってブランド品の化粧品を買うこと、時々美容マッサージ、いいもん食べられたらいいな、もうそういうことしか考えてなくて、世のため人のためとか全くなかったんですけど、ある時ワイドショーを見て麻生政権か麻生さんに対するいじめのようなスタジオ展開がなされ、報道の映像これ切り貼りしてるやんっていうのを見つけてしまったんですよ。でそこで私初めて自分で動画を作ることにしたんですね。その時ブログは始めてたんですけど、麻生総理の講演会が総理なのにガラガラ、ニュース映像をパッと見た時に左側のおっさんの足浮いてんねん、報道の映像これ切り貼りしてるやんっていうのを見つけてしまったんですよ。でそこで私初めて自分で動画を作ることにしたんですね。麻生さんの講演がガラガラなわけないやろとか思って調べたら、スッとその時の映像が出てきて、満員御礼やってんけど、準備している最中の映像を上と下に切り貼りしてんのよ。今現在の私の YouTube のアクセス数淡々たるものですけど、過去作ってきた動画って結構なアクセス数あったのよ。その時は YouTuber という職業もなく、広告がつかず著作権なんて考えなくてもいい場所みたいな感じやったから、やり放題でやっぱ見てもらわなあかんから危機の害に徹することにしたんですね。私ある時期からお笑い番組全く見てなくて、嫌いやからじゃなくてそんな暇なかった、自分の仕事に関係ないということで封印したんですね。でも YouTube では気に入ったタレントさんのコンテンツは見てるんですよ、チャンネルは見てて、スピードワゴンの小沢さんの都市の伝説が結構面白くて、ゲストを迎えて展開するコンテンツで、そこにキックさんという芸人さんが出演なさって都市伝説とかお話ししてるねんけど、キックさんはもともとフジテレビの制作にいらっしゃったみたいなんです。都市の伝説のジャンルであの勢力のこととか語ってるんやけど、自分も知らずに局員に組み込まれてたっておっしゃってた、こんな言い方やったかな、まあ、何しか局員や外部スタッフは全く知らないのよ。でいつも言うようにテレビ番組の責任者はプロデューサーですからね、全責任はプロデューサーにあるんです。今回の動画で私が言いたいのは、ニュース映像を疑い、第一報と次から次と流れる報道変わっていったりする。でウクウクさん、ウクウクはソビエト連邦の一部で本来我々にとっては敵国やったりするので、引き気味に見てた方がいいし、この度ツイッターにふざけた動画をアップ、我が国の昭和天皇ヒトラーやムッソリーニと並べてファシズム、ナチズムの象徴として全世界に公開、我々は日米同盟があるからなんとかなっているので、お米の国って書くところアメリカさんがウクウクさんにつくって言ってんねんから、それはそれでええねんけど、募金とかせん方がええんちゃうのって思いました。報道ニュースは引き気味に見て先導に乗らない方がいいですよ。